ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。あ、子供生まれた。そういうことやろ。実は私たちに赤ちゃんが生まれました。おお、今回はどっちですか。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。私はどっちでも嬉しいです。男の子でした。おお、顔はイメージ通りでしたか。な感じよね、なんかイメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。自然に任せよう。二人で名前も考えたのですが、うんうん、私のノリと夫の尻にシカレッティーノから取ってノッティーノにしようと思います。ノッティーノ可愛い。なんかあれ、前回めっちゃ普通の名前じゃなかった。ノッティーノまた二人の名前から取るタイプになったの。温かく見守ってやってください。はい、これからみんなでちょっと成長見守っていこう。あれってことは他のとこも生まれる。いっぱい。お、来た来た。ちょっと来てもらえますか。あ、ネムちゃんのところや。実は、わっちたちに赤ちゃんが生まれました。どっちですか。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか。どっちでも嬉しいです。男の子でした。うん、なるほど。めっちゃガイタンくんや。めっちゃガイタンくんや。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。それはもちろん、自然に任せていこう。二人で名前も考えたのですが、うんうん、わっちのレムと夫のガンから取って、ネンにしようと思います。ネン。いいね。ネンを大切に育てます。うんうんうん。あと一組ぐらいどこおらんかったっけ。ガイタンくんとネムちゃんの間にネンが生まれた。ほらほら、来てよ来てよ。ちょっと来てもらえますか。はいはい。ノア君のところか。実は私たちに赤ちゃんが生まれました。うんうんうん。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。どっちも嬉しいです。男の子でした。おお、なんかめっちゃキリッとしてる。あったんにイメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。自然に任せましょう。考えたのですが、うんうん、私のアヤリと夫のノアから取ってアーにしようと思います。ああ、めっちゃさ、一番最初に適当に主人公に名前つけるみたいな感じの。アーを大切に育てます。温かく見守ってやってください。うんうんうん。とりあえず3組子供が生まれたってことかな。もうないでしょ。うん、なるほどね。はい、ということで、今回もこの島に住んでくれる人がいるので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ということで、QR コードを読み取る。あゆゆんさん、なごみ系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ。ただ笑ってるだけじゃなく、みんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。そういうギャップは良き。さあ、それじゃあ、早速マンション見てこう。今回新しく入った、あゆゆんさん。めっちゃ可愛いよね。ピンクの髪の女の子。ちょ、こっち向いてこっち。全体的に超ピンク。お邪魔します。あゆゆんです。意外としっかりした女だねって言われます。まあ、でも普段ちょっとね、しっかりしてないように見られてるってことやけど。外で遊ぶのが苦手です。外で遊ぶのが苦手？マジで？でも小学生の頃はめっちゃ外行きよったかも。はい、いただきます。どうぞ。結構ね、休み時間とかも花一もめとか全然室内でできる遊びやけど、なぜか運動場でしよった。はい、それじゃあ、さっきなんか友達マーク、喧嘩じゃないよね。喧嘩じゃないよね。うん、全然大丈夫やね。入るよ。あゆなのそっくりさん、来てくれてありがとうございます。いえいえ、どうも。ゆうかのことをよく知らないのですが、うちとゆうかとは気が合いそうですか？どうなんやろ。バッチリってしてこう、とりあえず。ちょっと気になってきました。とりあえず。うんうんうん。ぜひとも仲良くなってくださいまし。
お腹、空いてそうですね。空いてる。めっちゃお腹空いてる。まだ食べてないもん。はい、韓国冷麺でもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。めっちゃ退屈そうやね。ゆうかさんとこ行ったりとかせんの？気になってきたんじゃなかったの？はい、それじゃあ、モカタン。あ、かわいい。いいね。モカタンも超笑顔や。入ります。お久しぶりです。お久しぶりです。どうも。何か卵料理が食べたいです。ん、卵料理、さっきオムレツを。オムレツを渡したところだったんだけど、卵料、卵焼き、そのものズバリ。はい、どうぞ。いただきます。私は甘い卵焼きが全く好きではない。すごく美味しかったようです。よかったよかった。お、レベルアップ。お、もうあれやん、マカタンレベル30やん。はい、それじゃあフック、お嬢様ワンピ。何色が合いそう？ピンクでいっか。はい。服、お嬢様ワンピをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いいね、超フリフリ。私からのお返しです。ほいほい。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。過ごしやすい気候になりましたね。過ごしやすい気候、どうなんやろ。でも私的には結構まだ暑いんやけど。まだ結構暑いんですけど、どうだろうね。はい、ゆうさん入ります。あゆなのそっくりさんに久々に会った気がします。え、そんな久々かな。こないだも会った気がするけど。何でもいいから食べたい気分です。お、何でもいい、来たよ。ってことで、ゴーヤ。あ、どこ行った？あ、こういう時に腐った牛乳を処理して。いただきます。ほいほい。いや、絶対お腹壊しそう。すごく美味しかった。すごくない？胃腸強。絶対無理なんやけど。旅行の計画は自分でしっかり立てます。ふんふんふん。旅行一人やったらあれやけどね。あの、みんなで行く旅行とかなら、みんなでワイワイ話しよるときもそこも含めて楽しいような気がする。はい、そして一軒家の方にも友達マークが一個あるね。いったくんとレイさん。はい、いったくんお呼び出しします。あゆなのそっくりさん、1週間ぶりですね。お久しぶりです。レイヤールとデートしたいのですが、おー、いいね、どこがいいでしょうか。いいね。どこがいいやろう。遊園地、屋上デート。いいですね。準備していこうと思います。え、でもデート行こうって言われて屋上連れて行かれたらちょっとがっかりするよね。普通にがっかりするよね。え、で、デートとはってなりそう。そして覗きに行く。寝てる。家で寝なよ。それか出直しなよ。デート行きたかったかもしれんけど、このタイミングじゃなかったんじゃないかな。もうちょっとね、二人とも元気な時に。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。さっちゃんの格好結構大人っぽくなったよね。今日は 26,170 円集まりました。ありがとう。おお、なんだ、誰だい、こもり。ちょっとすみません。
どうしてもアーナが気やんでくれないのですが、助けてくれませんか。そんな名前つけるからじゃないの。ありがとうございます。おこもり引き受けましょうか。あ、アユナのそっくりさんだよ。アユナのそっくりさんだよ。どれぐらいの感じがいいかな。あ、これぐらい、この小刻みが好きな感じですか。おお、よかったよかった。めっちゃ嬉しそうやん。この子はあれやね、あったんにやね。お、もう超ご機嫌よ。ほら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 、いい感じだ。そろそろミルクの時間ですね。あの機嫌も随分良くなりました。うんうんうん、お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品使い捨てカメラをもらいました。お、助かる。今日二日目、二日目じゃない、二つ目。今日二日目ってなんや。はい、そして朝一。おいしいオムライスだよ。あ、めっちゃいいオムライスとか。今日は特売日だからいつにも待ってやるよ。ただね、これパッと見た感じオムライスちょっと卵が硬そうな感じするよね。昔ながらみたいな。私はふわふわタイプが好きなんですよ。ふわふわタイプの卵がいいんだよ、オムライスは。はい、それじゃあミーニュース見ていこう。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。アユナスーパーで秋の野菜フェアが開催されました。何にでもアユナってつくね。小林さんが農家の方々がスーツも着込んで店頭に並び、うん、自らが作った野菜の美味しさをお客さん一人一人に徹底的にアピールしていました。マジのミーに聞きました。ちょっとだけ微笑ましいです。微笑ましいっていうかな、なちょっとよくわからんけど、ってました。まあ話題にはなりそう。11時のミーニュースきっとなる。ダダがお伝えしました。ありがとう。新入荷って書いてる。まだ新商品とか入ってくるの。ニューカラーのこと。あ、ニューカラーかな。季節の品とかじゃないよね別に。カタログ、あー、多分ニューカラーのところかな。うん、そうやね。そうやね。で、今この時期にまだ新入荷、まだ出てない商品とかあるんかな。すごい気になる。一応動画外でいつも服とか食べ物とか買いよって、まだね、たまーにインテリアとか服とかニューっていうのがあるんやけど、ちょっとびっくりするよね。どんだけ種類あるんやろっていう。でも多分夢とかも全部できてないと思うよね。めっちゃ仲いいやん。はるちゃんとゼロさん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか結構ね、こう遠目にマンションを見たら結構埋まっとんよね。なんかもうちょっと下の方の階までしかないんかなって思ってんやけど、意外と早い。